い、どうも、竹の子塾の大久保です。今日も一緒にですね、中学数学を勉強していきましょう。今日は、中1政府の数の第7回目ですね。で、7回目はこちらですね。まあ、数直線、今までも何回かね、出てきましたけど、この数直線っていうので、数の大きい小さいをね、分かりやすくできるよう、ね、数直線はそういう風に使うことができるアイテムね、土木ですよ、というのをやっていきますね。で、まあ、数の大小といってもね、例えばまあ小学校の頃に出てくる数字、3と5とかね、9と10とかだったらわかると思うんですけど、こう負の数ね、マイナスの数、例えばマイナス3とマイナス6だったらとかね、マイナス4とマイナス2だったらとか言われると、ちょっとね、ピンとこないかもしれないんで、特に負の数ですね、マイナスの数の大きい小さいを知りたいときに、このね、数直線ですね、これを使うと便利ですよ、というところですね。で、じゃあですね、まずちょっと数直線ね、どんなものだったかっていうと、まあ、こうやってこうね、直線が書いてあって、ね、ここが0ですよ、とね。で、こっちに行くね、右の方に行けば行くほど大きくなりますよ、ね。だけど、右の方ほど大きい数字が書いてあって、そして、向こう側ですね、左に行けば行くほど小さい数字が書いてあって、ね、そういう特徴がありました。ね、じゃあ、この数直線を使って、まあ、ここね、問題1、2、3、4、5、6、6つね、問題用してあるので、ね、どっちが大きいかっていうのをね、一緒にちょっと見ていきましょう。はい。で、まあ一番6と5どっちが大きいか。これはね、まあ使わなくてもわかるんですけど、一応まあ見とくと6がここですよね。5がここね。6の方が右側にある、大きい側にあるので、6の方が大きいよと。いいですよね。で、2番目、マイナス3と2ね。次、マイナスは負の数なので、0よりもこっち側のここにマイナス3ありますよ。で、2はこっちですよね。で、2がここ、マイナス3がここね。2の方がこっち側ね、右側にある、大きい側にあるので、2の方が当然大きいです。ね。で、次ぐらいになるとちょっと分かりにくいですよね。マイナス5とマイナス3ね。5と3なら5の方が大きいんですけれども、マイナス5とマイナス3だったらどうかなっていうので、数直線見ましょう。マイナス5は、ここにありますよね。マイナス3はっていうと、ここにありますよね。マイナス5とマイナス3だったら、マイナス3の方が、こっちね。右側、つまり大きい側にあるので、マイナス5よりもマイナス3の方が大きいということになります。ね。まあ、0よりも、ね、5小さいのがマイナス5、0よりも3小さいのがマイナス3だからですね。マイナス3よりさらに2個小さくなったのがマイナス5だからですね。なんで、マイナス3の方が大きくなりますよ、と。ね。まあ、気温とかでもね、マイナス5度とマイナス3度だったら、マイナス3度の方がちょっと暖かいですからね。こっちの方が、マイナス3の方が大きくなりますよ、とね。次がちょっとね、もっとややこしいんですけど、マイナス5とマイナス 5.5。ね。マイナス5はさっき見たここですよね。で、マイナス 5.5 は、ちょっと書きにくいんですけど、ここぐらいですよね、ちょうど。この、マイナス6とマイナス5の間の、この辺ぐらいですよね。なので、マイナス5の方がちょびっとだけ右側にありますよね。マイナス 5.5 はここで、マイナス5はここなんでですね。なので、これマイナス5の方が大きくなりますよ。ね。これもさっきのね、気温で考えてみてもいいです。マイナス 5.5 度よりマイナス5度の方が 0.5 度だけあったかいですよね。なので、マイナス5の方がちょこっと大きいと。ね。で、次がまたね、分数で書いてあります。2分の7と3とね。で、このままじゃちょっと分かりにくいので、分数をね、小数にします。で、どうすれば分数を小数にできたかっていうと、この2分の7っていうのは、どういう意味だったかっていうと、7を2つに分けますよっていうことなんで、7割にしてあげるといいです。で、7割にすると、まあこれ計算して、欲しいんですけど、それぞれでですね、7÷2すると、これ 3.5 になりますね。ただ、2分の7っていうのは 3.5 なんで、3.5 と3だったら、まあ、3.5 が3と4の間だから、この辺でね、3.5、つまり2分の7がここですよ、ね、3はここですよ。ということは、2分の7ですよね、3.5 の方が、ちょっとね、右側に、大きい側にあるので、こっちの方が、大きい、ね。で、最後、マイナス2分の9とマイナス。これもまたちょっとね、分数になっているので、この2分の9ね、これ9を2つに分けてくださいっていうことなんで、9÷2をしたら、
まあ、これもね計算したら出るんでやってほしいんですけど 4.5 になりますね。で、まあ、この場合マイナスがついてるんでマイナスの 4.5 になりますね。マイナス 4.5 はこの辺ですよね。この辺がマイナス4で、マイナス4とマイナス5の間のこの辺りがマイナス 4.5 ですよね。で、マイナス4はここね、マイナス 4.5 とマイナス4だったらマイナス4の方がちょこっとだけ右側にありますよね。つまり大きい方にあるのでこっちですね、マイナス2分の9よりマイナスの4の方がちょこっと大きい方ね、右側にあるのでこっちが大きいですよという感じになりますね。で、正の数の場合ですね、まあどっちが大きいか分かると思うんですけど、負の数ね、まあこの辺り特にこういうふうにこうね、なんだろう、小数とかね分数とか入ってくるとますますねちょっとどっちがどっちか分からなくなるので、慣れるまでですね、この特に負の数の場合ね、数の大きい小さいを、問う問題が出てきたらですね、この数直線で、ね、どっちがより右側大きい側にあるかっていうのをね元にして問題解いてもらうといいかなと思います、ね、であともう一つすいませんね、これで一生終わりじゃなくて、あとこの不等号って言って数の大きい小さいをね、示す記号があります。どんなのかっていうと、こっち側に大きい数字があってこっちに小さい数字がある場合はこんな感じで、ね、句を反対、ひらがなの句を反対にしたような感じの記号をこう書いて、こっちの方がこっちよりも大きいですよってこういうふうにね表す記号があります、不等号ね。で、もしまあこっちに大きい数字があってこっちに小さい数字があったらこっちが大きいよってね、こういうふうに表す、記号があります。まあなんかこの向きの覚え方としては、大きいからこれ口を開けて食べる、こっちもね、こっちが大きいから口を開けて食べるっていう感じで、大きい方が、この開いてる方ねが来るよという感じで記号の形ね覚えてもらうといいかなと思いますね。最後にですね、ちょっと、じゃあこれね、この問題、まあもうどっちが大きい小さいは分かっているので、最後にこの不等号を使ってちょっとね、練習してみましょうね。どういうふうに表すか、不等号を使ってね。1番だったら、6と5がありますよね。でも6の方がこれ大きいって分かってるんで、こっちに口を開けて、こういうふうに不等号で、6の方が5より大きいですよっていうのを表しますね。で、2番も2の方が大きいので、こうあって、2が大きいから、こうしたら、マイナス3より2が大きいよっていうのを表します。3番も、マイナス5とマイナス3だったらマイナス3の方が大きいですよ、ね、でこれマイナス5とマイナス 5.5 ならちょっとこう書きますね。このマイナス5の方が大きいって分かっているのでこういうふうに書きますね。次もちょっとここに書くね。2分の7の方が大きいのでこうね、最後がマイナス2分の9とマイナス4ね、マイナス4の方が大きいのでこんな感じで書きます、ね、いいですかね。なんで、特にこの負の数ですね、ちょっと話をね最後もう一回まとめますけど、負の数ね、負の数のこっちの場合は特にどっちが大きいか小さいかっていう問題には分かりにくいので、その時はこのね数直線を使って負の数のね、大きさ比べをしてあげるといいですよ。ね、あとはこの不等号の使い方ね。大きい方が、特に口を開いて、小さい方の数字が、このとんがっている方に、置いてあるよ、というのをね、不等号の向きをしっかり覚えておいてください。そしたらね、今日はここで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。